もう非常にポジティブですね。新しい監督のもと、新しいサッカーができつつあるなと、それが結果にもね、つながってきてますし、新たなサンフレッチェというのを、確立されてきている、まあ、それが今のね、自分たちの自信になっているというのはね、非常に今ポジティブですね。本当にまずハードワークですね。日々練習でのハードワーク、非常にみんな意欲的に取り組んでますし、やっぱりいい練習からね、いい試合、まあ、監督もよくおっしゃられているのが、いい準備がね、いい試合につながる、まさにそれをね、今体現しているんじゃないかなって思ってますね。まあ、J リーグ開幕当初からね、サンフレッチェというクラブがありましたし、僕もそれを見ていた小学生、少年だったので、まあ、そのチームにね、入団させてもらって、まあ、19年目、僕もね、その中、一緒にこう、まあ、歩んでこれたかなっていうのはね、非常に、自分自身も嬉しいですし、まあ、その中でもね、やっぱり優勝っていうのはね、まあ、3度経験できたことを、この広島っていう、まあ、地方のチームですけど、広島っていう町がね、この30周年、まあ、一緒に歩んできたんじゃないかなと思うので、まあ、本当、まあ、みんなでね、その30周年、祝いたいなと思ってます。まあ、以上、そうですよね。まあ、まずね、クラブを本当にこう僕を育ててくださったっていうのはね、まあ、この年までね、サッカーさせてもらってる中でね、いつもこう寄り添ってくれてるなって、特に若い頃ね、怪我ばかりしてた、それでもね、まあ、非常にいい環境をね、届いてもらって、まあ、一人前にしてもらった、そして、まあ、優勝までね、経験させてもらうぐらい、まあ、非常に自分にとってはね、まあ、中身が濃い、こういうサッカー人生になってるんで、まあ、それをね、まあ、今その愛情を返しているような、気持ちでね、僕はやらせてもらってるんで、やっぱりそういう恩っていうのはね、クラブからもそうですし、ファンサポーターからもそうですし、まあ、そういうのはね、僕の力になって、まあ、それを、まあ、少しのプレーで、ね、返せるように、ね、っていう思いでね、まあ、これからもずっとやっていきたいなと思ってますね。まあ、やっぱり初優勝、だと思います。エディオンスタジアムはね、超満員で、まあ、ああいう光景っていうのはね、まあ、一緒に一度あるかないかだと思ってますし、サッカー選手としてはすごくこう、幸せな時間だったんだろうなと思うので、まあ、あの試合をきっかけにね、サンフレッチェも強くなっていったと思いますし、そういう経験を3度させてもらったっていうのはね、僕にとっては本当財産だなと思ってます。まあ、やっぱりね、変わらずこう広島県民皆さんにね、支えられて、まあ、一緒に歩んでいく、まあ、そういうのが広島のね、良さであって強さだと思っているので、まあ、それを見失わなければね、常に足元を地につけながらやっていければ、まあ、どんな時もね、愛されるクラブで、居続けられるのかなと思うので、はい、まあ、それは、まあ、自分含めてね、選手がまずやっていかないといけないなと思ってます。まあ、今はね、本当コロナ禍でね、まあ、声援もできないですし、練習場にもね、足を運べないっていうのはね、ずっと続いてますけど、やっぱり気持ちはね、いつもこうファン、サポーターの方に僕たちは向いてますし、もちろんね、皆さんからも思いっていうのはね、いつも届いている、そういう関係はね、常にこう続けていきたい、何のためにやってるか、やっぱりファン、サポーター喜んでもらう、広島県民の皆さんに喜んでもらう、それが僕たちの使命であると思うので、常にね、皆さんもそういう気持ちをね、届け続けてほしいなっていう、まあ、これからもお願いしたいなと思います。